山松神社は、伊勢神宮、とう家大宮宮の拙者。下空の拙者16社のうち、第13位である。三重県伊勢市豊川町にある、下空宮域内に鎮座する。旧域の高倉山南東の端に位置する。ただし、下空境内の山道とは、直接つながっておらず、一度坂以外へ出る必要がある。山松神社のさらに南には多神大水、神社、 タ大水御前神社がある。祭神は大仙津姫命。月空神田の山の神かつ神田に水を満たす泉の神であるとされる。月空神田は豊か宮崎の歌と呼ばれ、山松神社の南一帯に広がっていたが、現代では宅地化されている。渡来のべ行書、伊勢国神明朝交渉では祭神を大山食い神。 また、名山末の大主神とするが、大山国神とは、古事記に登場する神で、神聖な山を神格化したものと考えられる。社殿は、神明作りの板吹きで、玉垣に囲まれている。 高さ八尺三寸の鳥居が一基ある。鳥居は山道ではなく、石垣に向かって建てられている。祭銭箱は置かれていない。山松神社の山松は鎮座地の高倉山の末に鎮座することを指す。なお、末は山のふもとではなく、頂上を意味する。縁起伊勢太志神宮式、止行ゆきぐる儀式帳などでは、山松社と記す。伊勢神宮の摂者の定義より、 演技式新名帳を成立、すなわち、延長5年以前に創建された。また、留行き儀式帳にも記載があることから演略23年以前から存在したことになる。山和姫命良きには、山松神社の創始についての言及はないが、神宮の鎮座に適したちを探すために、山松を眺めたという記述がある。中世の末には、祭祀が行われなくなり、 近世には、社地不明となるが、大宮厚かさ、壁成長の尽力により、漢文3年6月23日に現在地へ、再考された。再考にあたっては、新名秘書中の記述、山増社、在継橋号あざみや山小梨田に、小田口社南を参照し、実地投査を行っている。元禄5年7月9日、社殿作り替えのために、 岡本町の妊婦が一時的に、豊か宮崎文庫に材木を置き、元禄7年2月14日に、雨の中心寺を挙行し、作り替えを無事に終了した。ただし三金木清史は、聖町の再興した山松神社の地は誤りであり、山松神社の本来の社地は、おた祭りの際に田楽を舞う場所ではないかとした。三金木清史は、田楽が本来、 山松神社に捧げられていたと考えたのであった。九百二十一年一月と九百五十七年七月に作り替えられ、九百八十三年十月二十七日に大修繕が行われた。記念祭、月次祭、神鍋祭り、新鍋祭りは、ゴンネギ、宮手の平、出資の三人が、巡回祭典の形で境内にて祭祀を執行し、最短祭、厳祭。 建国記念祭、風邪ひいのり祭、店長祭は用紙を行う。ありがとうございます。